先週の予報とは打って変わって大変素晴らしい青空に恵まれました。現在豊田と中央公園では開会式が行われています。東淀川2大 G1 春の東淀川頂上決戦第33回東淀川区健康の日の集い G1、 今年は3支部増えて15支部となりましたが、残念ながら17支部のうち淡路と啓発は欠場となり、17支部全てが揃うことはありませんでした。開会式では昨年優勝の豊野を先行に選手宣誓を行う菅原、そして昨年出場で2年ぶりの参加となる大隅西など15支部が入場行進を行いました。今年は11番目に自由参加の丸バツクイズが新設され、さらなる盛り上がりが期待されます。昨年優勝の豊野が2年連続優勝を果たすのか、最多優勝を5回を誇る大隅西が2年ぶりの復活でも優勝を遂げるのか、大隅西と豊野の2支部による注目の戦いも広がる中、15支部による熱戦が間もなく始まろうとしています。どの支部が入っているか、
さあ10秒前、うわー、大道南がよく入っている、大道南がよく入っている、よく入っているのは大道南の方だ、大道南か、あーと大道南が、あー大道南が先に終わった、さあ板川も終わりました、板川は3位、うん、あー大隅東も終わりました、下新庄、なんと下新庄です。私の目からは大道南が多いように見えましたが下新庄でした。結局大隅東と板鹿の間同点で2位となります。昨年と第31回も同数で2位がありました。結局下新庄が優勝で大隅東と下新庄が同点の2位ということになりました。参加リレーの決勝スタートです。さあ、あーと板鹿野も東板鹿野がまず落としました。大隅西、大道南、東板鹿野、板鹿野ですがまずちょっと東板鹿野がバランス崩れない、大道南が行く、大道南が先頭に立っている、大道南が飛ばしています。砂ぼこりも大変上がっている中で大隅西が行った、大隅西が行った、大隅西と大道南が争い熾烈となった、大道南か、おー大道南が行く、大道南が行く、大道南が行く、スピードによって大道南、大道南が制しました。大隅西は2着、そして東板鹿野が3着で、板鹿野は4着に敗れました。大道南短歌リレー2連覇ということになります。短歌リレー2連覇、大道南が見事に大隅西の接戦を振り切りました。よーし、1組目スタートです。綺麗揃いました。さあ板鹿野が行く、大隅東は現在2番手、さあここから盛り上げることができるかどうか、おー板鹿野が差を広げていた、板鹿野が差を広げる、大隅西気足懸命に追いますが現在2番手、差が縮まらない、3番手は方針、4番手東板鹿野で間隔が空いています。前の争いは差し指になっている、板鹿野なのか、板鹿野、大隅東、ああ板鹿野逃げ切る、板鹿野逃げ切る、大隅西敗れた、板鹿野勝った、板鹿野が残りました。大隅東が2着、方針3着、そして東板鹿野が4番目に入ります。前々回前回2位の大隅東、板鹿野に屈して予選で敗れました。25秒15という時計でした。2組目スタートです。3チームの争いとなります。新庄、菅原、小松、あーとちょっと小松が転倒しそうになりましたが、あーと、うん、菅原、うーんとちょっと大丈夫か、ちょっと肉離れを落としてしまった菅原、菅原がちょっと肉離れを落としてしまいました。ちょっとアクシデント気味のゲートになってしまいました。新庄と小松しか走っていません。今新庄がゴールします。小松が2番手ですが、菅原の選手大丈夫でしょうか。ちょっと菅原でアクシデントがありました。今トレーナーも駆けつけます。一応の時計は26秒59、1コーナーを回り切ったところで菅原の選手が止まってしまいました。肉離れを起こしました。思えばこの菅原はこれまで6勝している最強の支部なんですが予選で敗れました。3組目スタートです。大隅西、東淡路、豊佐藤、もう一部が走っています。大隅西なんでしょうか、東淡路が出てきました。まだ菅原の選手が立てないのがちょっと気になるところではありますが、さあ激しい争い、東淡路か大隅西か、東淡路、大隅西、その差は約2メーターほど。3番手で豊里が続いて1チームで汗をくれました。さあ東淡路が行く、大隅西、豊里、よ東淡路が行きそう、東淡路が残りました。大隅西2着、豊里3番手、ああそして下新庄です。最後のランナー下新庄が今ゴールに入ります。25秒75で東淡路が制しています。4組目スタートしました。西淡路がいいスタートを切りました。豊里南、大道南が続いています。ゆっくり流している西淡路が出ていきます。あースピードを乗せました。西淡路が先頭、豊里南、大道南と続きました。2番手の争いがその差が3メーターとなっています。あー後ろを余裕がある西淡路が今先頭でゴールに向かってきます。西淡路フィニッシュ。2番手争いは豊里南と大道南は、豊里南は2番手で大道南が3番手でした。菅原の選手が
敗れるという男子200の予選でした。